テーラーを目指したきっかけは。テーラー目指したきっかけ、はい、なんかがっつり服を作りたかった。専門学校入ってから、はい、なんていうかな、あの上田康子でしょ。そうですね、えん、なんか機械いじる感じで、うん、あの、わかるかな、なんか精密さを求めてなんか作る感じで洋服を作りたかったから。なんとなくわかります。その男の子だったらわかるんですけど、プラモデル作る感覚でここのバリ取りがやっぱ大事なんだよみたいな。あなんかその感覚で、で最初にじゃ全部こうやっとかないと塗装はね、すると中にねホコリが入るでしょうとか、そういうなんかそういうちょ細かいことがどんどんこうしたくなってて、時代やっぱレディースでなかなかそれってできないんで、まあ紳士のいらないっすもんね、うん、レディースでは。テーラーしかそういうのをこだわって作ってるのってないのかなと思ったけど、入ってみたらそんなにこだわって作ってるとこも少なかった。もちろんなくはないですけどね。まあまあまあ、まあ、思って、まあでも大学の時、大学じゃないや、専門学校の時のその考え方はテーラーする上では超役に立ってるし良かったんだと思うんですけど、はい、ファッションっていう面では卒業してからの方が僕は多分ファッションは好きやったっすけど、はい、他と差をつけたいからここにそれ入れたんでしょみたいな、あそれない方がかっこいいやんっていうのがいっぱいあるじゃないですか。まあファッションは、うん、そうですね。でもあった方がいいデザインも絶対あるんですよね。うん、そっちが本物のデザインなんですけど、うん、そういうのをこうやっぱり分かるためにはちゃんと人文系のこと勉強しないとダメだなと思って。人文系、人文系のなんていうかな、というと哲学とか、あそういう社会学はちょっと違うけど、まあでも社会学とかも別の、そうですね、あの、あ、前に講義のアートっていうね、 あのね、まるっとアートみたいな感じで、文系的な学問も大事なんだって。だから僕の服の作り方自体が理系的な作り方だったから、ずっと精密さ、論理的にこう積み重ねて、うん、こっちはこうしたいからここのテープは釣り気味に貼るとか、うんうんうん、なんていうな、緩めに貼るとか、あ、まあ、釣るのはここは緩くとか、こう逆にここはきつくとかの、はあ、なんか論理立てで作って、でバンって、それはディテールの積み重ねでそれがデザインになるからいいんだけど、はい、でもその前の段階に何かがないと結構無理なのかなと思う。人文系、うん、そのベスト3を挙げるとしたら、ベスト思想的に影響を受けたっていう、思想的に影響を受けた、うん、あれだな、やっぱりやっぱスイフトにはやっぱりすごい影響を受けたな。あのスイフトってかガリバー旅行記にやっぱりすごく影響を受け、そんなに、うん、すごく影響を受けた。へ、うん、あと小説だったらハエの王っていう、おお懐かしい、ゴールディーかな、ゴールディーですね、はい、読みました、読みました。ハエの王はやっぱ影響を受けたな。あれもどの辺が良かったですか、ハエの王の。あ、なんていうかな、最もうこれネタバレだけどまあまあ大丈夫です、大丈夫です。あのそれまですごい子供たちが、うん、すごい怖い子供たちになって殺し合いをしてたのに、泥乗ったりとかね、うん、最後アメリカ軍か分かんないけど、大人が来た瞬間に、うん、その親衛隊とか組んでた人たちがみんなヘナヘナってなったとこが、ああ、なんか、あ、こういうことあるよねっていう、なんかすごいなんかモンスターと思ってたものがね、何か来た瞬間にこうヘナヘナってなるっていうのって、うん、あの感覚は最後本当にオチが本当によく秀逸にできてたな。結構オチはなんかあっけないというか、うん、スルッと終わりますよね。そうそうそう、あそこがね、ああこれどう、ああそうな、ああこれ、みたいな、なんか あそこが良かったな、僕は。ハエの王か、懐かしいなでも意外とあれ読まないですよね、みんな、うん、そこまでなんかメジャーじゃないのか。メジャー、そうですね。あとはまあ普通にみんな影響、カフカとかもめっちゃ読みましたね。フランツカフカ、うんうんうん、うん、フランツカフカのどれでしょう。やっぱ変身が一番面白かったんじゃないかな。なるほど、うん、最後ね、こうなんていうかな、人間ってそうだよねっていうところがやっぱり書かれてて、身内の家でも面倒くさくなるっていう。で、
お兄さんが死んだら、無心になったお兄さんが死んだ時にさあみんなでピクニックでも行くかって家族が行ったとことか、なんかよかった、なんかあ人間っぽいなと思ってました。日本のやつは全然出てこなかったですね。あに日本のやつ、日本のその思想とか小説は、あいまいち、いやいやいや、太宰治とか普通に面白い、でもコメディとして読んじゃった、コメディとして読んじゃって、喜劇みたいな、うん、ね、かな。結構でもプラトンとかも普通に読みましたね。プラトン全集は読んでないし、まあソクラテスなんですけどね、プラトンに影響を受けるってことは、最初にこう具体的なんじゃなくて、最初にまずは概念的な抽象的なとこから入って形を作っていく、本当は何かを表現したくてとか、そこの何かが多分僕の学生の頃には多分なかった、その肯定性が楽しいと思ってやってたん で、卒業してから結構そういうのが結構大事かなと思いながらいろいろ勉強した今に至るって感じですかね。なるほど。